買ってもらっただけなんで、そんなに、はい、整頓くつげーい、紹介
いたします。関越部隊は第3師団の警備担任地区である近畿2府4県にある各駐屯地に所在しております。関越第2補着席の皆様から向かって最も左手方向、指揮所を掲げている部隊はここ千戸駐屯地に駐屯しております第3音楽隊です。白色の旗を掲げている部隊は同じく千戸駐屯地に駐屯しております第3師団司令部自治体です。水色の旗を掲げている部隊は大阪府八尾市に駐屯しております第3飛行隊です。橙色の旗を掲げている部隊は千葉県高島市に駐屯しております第3偵察戦闘大隊です。山吹色の旗を掲げている部隊は兵庫県姫路市に駐屯しております第3特化隊です。赤色の旗を掲げている部隊は京都府福知山市に駐屯しております第7普通科連隊です。同じく赤色の旗を掲げている部隊は兵庫県伊丹市に駐屯しております第36普通科連隊です。同じく赤色の旗を掲げている部隊は大阪府和泉市に駐屯しております第37普通科連隊です。藍色などの旗を掲げている部隊はここ千戸駐屯地に駐屯しております第3後方支援連隊です。山吹色の旗を掲げている部隊は兵庫県姫路市に駐屯しております第3校舎特化大隊です。エビ茶色の旗を掲げている部隊は京都府宇治市に駐屯しております第3施設大隊です。青色の旗を掲げている部隊はここ千戸駐屯地に駐屯しております第3通信大隊です。金茶色の旗を掲げている部隊は同じく千戸駐屯地に駐屯しております第3特殊武器防護隊です。各部隊長の右後方に位置しますのは指揮官に直轄的に運用される補佐者たる対戦人上級総長です。以上で関越部隊の紹介を終わります。の皆様を紹介します。本日近畿2府4県のそれぞれの地域において日頃から自衛隊に対しご支援ご協力をいただいております皆様に第3師団長並びに千戸駐屯地司令より感謝状を贈呈いたしました。まずはじめに今回第3師団長より感謝状を贈呈いたしました方々をご紹介いたします。恐れ入りますが受賞された方々はその場にご起立をお願いします。大石信夫様、
草川高雄様。明石拓海様。前川健二様。橋爪健二様。周防和也様。村上義行様。柳津雄健様。上松光弘様。今井和美様。尾中健一様。高橋博久様。臼井健介様。松井義和様。松本隆様。中山博史様。若林美希子様。徳良雅子様。和田栄光様。ぬぐるままさし様。森田秀照様。田原ゆきひろ様。ありがとうございました。続きまして、先祖駐屯地司令より感謝状を贈呈いたしました方々をご紹介いたします。受賞された方々はその場にご起立をお願いします。一緒です、一緒。樋口隆様。山本良二様。福井信明様。ありがとうございました。続きまして、本日ご都合により残念ながらご臨席いただけませんでした受賞者の方々を紹介いたします。令和5年度感謝状受賞者、伊藤克幸様、木村隆俊様、新宅節子様、前田正道様、下志和幸様、有川義宗様、三木田俊也様、富岡博士様、小西慎吾様、平井誠一様、藤田正明様、西村銀蔵様、石原博士様、小山文義様、稲川町募集連絡協議会様、永田貴美子様、篠木信俊様、瀬戸口博明様、浜田新平様、
以上で感謝状受賞者の皆様の紹介を終わります。関越舞台指揮官入場。舞台気をつけ。関越舞台指揮官第三師団副師団長かねて先祖駐屯地司令末田剛陸将補です。舞台整列休め。臨場。舞台気をつけ。その後方に位置しますのは第三師団最先任上級総長八木慎吾準陸尉です。ただいまから第三師団創立62周年記念先祖駐屯地創設72周年記念行事観閲式を挙行いたします。観閲官
登壇。関越間に栄誉礼。下がってください。講談。舞台スケケン。スケケン。スケケン。ご着席の皆様から。向かって右手の方向から国旗が入場してまいります。皆様ご起立をお願いいたします。国旗入場。君に対し敬礼。皆様、どうぞご着席ください。舞台、トレケン。トレケン。トレケン。純烈。Let's go!
をつけ、登壇。関越館式辞、指揮者のみ敬礼。本日ここに国会議員の皆様および奈良県知事をはじめ近畿2府4県の自治体の代表の皆様、協力諸団体の皆様、歴代被団長、駐屯地での諸先輩方など多数のご来賓のご臨席を賜りますとともに、多くの地域の皆様にご来場していただき、第三師団創立62周年、先祖駐屯地創設72周年の記念行事をこのように盛大に挙行できますことは、第三師団および先祖駐屯地の全隊員の大きな喜びであります。舞台休ませ、整列します。整列。第三師団は昭和37年にこの先祖駐屯地に誕生し、昨年の末には滋賀県の今津駐屯地に第三偵察戦闘大隊が新編されました。これまで近畿2府4県の防衛警備、災害対処、国際任務などの多岐にわたる任務を完遂してまいりました。この間、昭和、平成、そして令和というそれぞれの時代を歩み続け、師団が62年、先祖駐屯地が72年の歴史を刻むことができたのも、これもひとえに歴代師団長等をはじめ諸先輩方々の英知と絶え間ぬ努力、そして何よりも本日ご臨席賜りましたご来賓をはじめとした地域の皆様、並びに隊員家族の皆様の深いご理解と温かいご支援の賜物であり、我々隊員一同改めて敬意を表すとともに心から厚く御礼申し上げます。加えて忘れてならないのは、この間に志半ばにして殉職された当駐屯地の顕彰碑に眠る153柱の先輩方の御霊とそのご功績であり、式典開催にあたり謹んで哀悼の意を表します。さて、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑と言われる渦中にあります。インド太平洋地域を主体とした米中戦略競争の激化、ロシアによるウクライナ侵略、東アジアにおける国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻な事態の発生の可能性等、実にさまざまな種類と列の脅威が存在します。一方、国内においては近年の異常気象による甚大な自然災害の発生や南海トラフ地震等の大規模震災の発生も懸念される状況であります。このような中、我々は西日本の政経中枢である地域の防衛警備を担う手段として、いついかなる任務が与えられても事態に即動して任務を完遂することが求められており、そのためにはあらゆる事態に対応し得るよう作戦遂行能力を向上させ、スピード感を持って進化し続け、今に即応し将来に備え得る強靭な部隊を育成し、地域の皆様の期待に応えてまいる所存です。隊員所管は我が国の防衛のために自らの命をかけて任務を遂行するという崇高な使命を有していることに誇りを持ち、日々向上心を持って自らの知識を高め、各人の技能を磨き、
いつでも即動できる力を蓄えてもらいたい。また我々が任務を完遂するためには、自らの努力もさることながら地域の皆様のご理解とご協力が不可欠であるため、地域の皆様に信頼され頼りにされるよう、地域との絆をより一層強固にするよう心がけてもらいたい。結びになりますが、本日ご対応中にもかかわらずご臨席いただいたご来賓ご来場の皆様のご支援ご協力に重ねて深く感謝申し上げますとともに、皆様の今後ますますのご健勝ご多幸を記念して式辞とします。令和5年5月21日第3師団長陸将佐藤誠。舞台気をつけ、気をつけ、気をつけ、気をつけ。指揮者のみ敬礼。来賓祝辞。ここで本日ご臨席いただきましたご来賓の方々からご祝辞を賜ります。まずはじめに奈良県知事山下誠様、よろしくお願いします。どうぞ休んでください。整列します。本日は第3師団の創設62周年、また先祖駐屯地の創立72周年、誠におめでとうございます。本日は近畿2府4県の知事を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。第3師団の皆さんにおかれましては、平素より我が国の国土の防衛に本当に人命をかけてご尽力いただいておりますことに対しまして、2府4県の府民県民を代表しまして心より御礼を申し上げます。先ほど師団長さんからもお話がございましたが、ロシアによるウクライナ侵攻から早1年3ヶ月が経過しておりますが、一向に戦争が終わる気配がございません。また我が国周辺を見渡しましても、北朝鮮による度重なるミサイルの発射、また中国の大規模な軍事演習など、本当に我が国を取り巻く安全保障環境には憂うべきものがあるというふうに認識をしております。また災害の面におきましても、南海トラフ地震は今後30年の間に7割から8割の確率で発生することが危惧されております。また台風や集中豪雨など地球温暖化の影響もありまして、本当に災害が多発している現状でございます。そうした中で、この近畿の中核部隊である第3師団の皆様に対する府民県民の期待はますます大きくなっているものと認識をしております。そうした府民県民の生命財産を守っておられるという大変重要な任務についているということを改めてご認識をいただきまして、万が一の際には力を発揮できるように日頃から鍛錬を怠らず、ますます盛況な部隊に第3師団がなりますことを心よりご期待申し上げております。最後に本日ご来場の皆様のご健康ご多幸をご祈念申し上げますまして、はなはな簡単ではございますが、近畿2府4県の知事を代表してのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。舞台気をつけ、気をつけ、ありがとうございました。引き続きまして京都府防衛協会会長代理山中
信也様。ただいまご紹介いただきました京都府防衛協会の副会長の山中でございます。本日は会長の村田純一が所用のためどうしても来れませんので、食事を預かってまいりましたので、代読させていただきます。今日こうしてここに第三師団の創立62周年先祖駐屯地創設72周年記念式典が開催されておりますことをまずもって心からお祝いとお喜びを申し上げたいと思います。さて我が国が取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しておりますが、自衛隊員の皆様の日々の努力や危険を伴う任務を遂行していただいているおかげで日本の平和と安全そして国民の生命と財産は守られております。そういったこともあり国民の自衛隊に対する信頼と期待はさらに高まってきております。そのような中第三師団においては近畿2府4県の防衛警備や災害派遣等において日々の訓練に邁進されあらゆる事態に即応できる体制を維持されているとお伺いしております。今後も佐藤師団長を核心として今までと同様国民の期待に応える師団であり続けていただきたく存じます。また我々各府県の防衛協会も自衛隊員の皆様が安心して勤務できるように微力ながら応援していく所存でございます。最後に第三師団が国民に信頼される自衛隊として大きく発展していただきますこと、また危険を伴う任務もあると思いますが、自衛隊員の皆様が日々の訓練等から無事安全に毎日帰られることを心から記念いたしまして、私からのお礼と、そして激励の挨拶をさせていただきます。令和5年5月21日、京都府防衛協会会長村田純一、代読副会長の山中です。どうも失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。来賓紹介。舞台整列休め。整列休め。先ほどご祝辞を賜りました方々のほか、本日ご臨席をいただいておりますご来賓の皆様をご紹介いたします。ご訪問を申し上げますので、その場にご起立いただきますようお願いいたします。参議院議員石川博隆様、おめでとうございます。いつもありがとうございます。参議院議員伊藤孝恵様、本日はおめでとうございます。参議院議員加田博之様、本日はおめでとうございます。感謝申し上げます。参議院議員高橋光雄様、はい、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。参議院議員清水貴之様、はい、本日はおめでとうございます。参議院議員片山大輔様、おめでとうございます。いつもありがとうございます。衆議院議員桜井秀様、はい、本日はどうもおめでとうございます。衆議院議員三木圭様、おめでとうございます。衆議院議員和田雄一郎様、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。衆議院議員一
谷雄一郎様。衆議院議員西村康稔様代理、田中秀樹様。参議院議員末松信介様代理、出波誠様。参議院議員佐藤正久様代理、森明子様。衆議院議員関義弘様代理、加藤智久様。衆議院議員山田賢治様代理、庄野雄太様。参議院議員松川るい様代理、秋山真美様。参議院議員東徹様代理、高野貴博様。参議院議員浅田仁志様代理、河津光博様。衆議院議員池下拓様代理、森田博之様。衆議院議員奥下武光様代理、池内沙織様。衆議院議員遠藤亮太様代理、福本愛様。衆議院議員佐藤茂樹様代理、浮田博信様。ございます。滋賀県知事三日月泰造様代理、山下勝様。参議院議員京都府知事石垣貴俊様代理、南本久志様。大阪府知事吉村博文様代理、西俊光様。兵庫県知事斉藤元彦様代理、池田頼明様。和歌山県知事三坂義信様代理、福田光博様。滋賀県高島市長福井正明様。京都府笠置町長中厚様。兵庫県芦屋市長高島良介様。兵庫県稲川町長岡本信司様。兵庫県大使町長沖塩森彦様。奈良県、失礼しました。奈良県山添村長野村栄作様。
奈良県十津川村長小山瀬修造様。続きまして歴代師団長歴代副師団長をご紹介いたします。どうもだ、はい、第24代師団長真っ先はじめ様。おめでとうございます。第27代師団長林直人様。おめでとうございます。第34代師団長山下博隆様。第35代師団長鈴木淳二様。おめでとうございます。第36代師団長小林茂様。おめでとうございます。第37代師団長須波洋二様。おめでとうございます。第38代師団長田中重信様。おめでとうございます。第27代副師団長川口良一様。おめでとうございます。頑張ってください。第31代副師団長山本敦正様。おめでとうございます。第32代副師団長金丸明彦様。はい、おめでとうございます。第34代副師団長亀山真嗣様。おめでとうございます。第35代副師団長真由美康二様。第36代副師団長大内田健二様。はい、おめでとうございます。第37代副師団長関口勝則様。第20代幕僚長佐藤忠勝様。ただいまご紹介しました方々のほかに県議会議員各市町長代理近畿2府4県に所在する国などの機関の長協力諸団体の皆様にもご臨席いただきました。本日は誠にありがとうございます。以上でご紹介を終わります。祝電披露。それではここで本日の記念行事に際し多数の祝電を頂戴しておりますのでご披露させていただきます。第三師団創立62周年および戦争駐屯地創設72周年記念行事のご開催を心からお喜び申し上げます。創立以来常に地域と共に歩み一丸となって築き上げてこられた年月のご功績に対し新人なる敬意を捧げますとともに佐藤師団長及び末田駐屯地司令を核心として一致団結し今後ますます発展することを期待します。陸上自衛隊中部方面総監陸将堀井泰造、その他国会議員の皆様各府県知事各市町村長各府県市町村議会議員の皆様自衛隊協力会陸海空自衛隊部隊長など部内外から多数の祝電をいただいておりますが
お時間の都合上割愛させていただきますことをご了承願います。なお頂戴いたしました祝電につきましては祝賀会食会場入り口に提示させていただいております。以上で祝電披露を終わります。舞台気をつけ了解。関越更新準備。関越更新の体制を守れ。